さんのお着物の多くは京友禅で染められております。京友禅にははけや筆を使って模様を描き染めていく手描き友禅と、型紙を使って染めていく型友禅があります。 Most of her kimono is dyed by traditional 京友禅 technique. 京友禅 has two dyeing styles that are 手描き友禅 hand painting and 型友禅 stencil dyeing. 舞妓さんはすべて地毛で日本髪を結います。この日本髪を飾るかんざしは花かんざしと呼ばれ、季節の花や風物をあしらってあるため月ごとに飾りが変わります。本日の花かんざしは1月の松竹梅のかんざしでございます。 The large ornamental hairpins called 花かんざし are modeled on seasonal flowers and motifs. They are changed every month.舞妓さんが履いておられる足袋は一人一人足の大きさを測り手作りされています。生地には木綿が使われており、足にぴったり沿うように仕上げるには熟練の技が必要とされます。 Her 足袋 socks are custom made to fit her feet. このように舞妓さんの装いには多数の伝統工芸品が使われております。This way, many traditional crafts of Kyoto are used for her appearance. それでは最後に舞妓さんに少しお話を伺ってみたいと思います。